ヤロスラワブヤチェスラブナシュエドワはロシアモスクワ出身でカザフスタンの女子プロテニス選手。2010年のウィンブルドンと全米オープンでバニアキングと組んだダブルスで優勝した。これまでに WTA ツアーでシングルス1勝、ダブルス13勝を挙げている。自己最高ランキングはシングルス25位、ダブルス3位。右利き、バックハンドストロークは両手打ち。 コーチの父親とプロランナーの母親の間に生まれたシューエドアは父親の手ほどきにより8歳でテニスを始め2005年にプロに転校する2006年のウィンブルドン選手権で予選を勝ち抜き4大大会に初出場する2007年2月に行われたバンガロールオープンの決勝でマラサンタンジェロを6から46から4で破り女子ツアーでシングルス初優勝を果たした 全米オープンでは、ステファニー・フォレッツと組んだ女子ダブルスでベスト8に進出している。ロシアの女子テニス界は選手層が厚いため、2008年にシューエドワはオリンピックの出場を目指してカザフスタイ国籍を取得。フェドカップにカザフスタン代表として出場している。2010年はシングルスでは、全仏オープンで2回戦の 第8シードアグニエシュからドアンスカオナナから5、6から3、3回戦の第28シードアリサ、クレーバノアを6から2、4から6、6から0、4回戦では、ヤルミナ・グロートを6から4、6から3で破り、4大大会で初めてベスト8に進出した。準々決勝では、第4シードのエレナ・ヤンコビッチに5から7、4から6で破れた。ダブルスでは、バニア・キングと組んで、 ウィンブルドンで、エレーナ・ベスニナ&、ベラズ・ズボナレワ組に76、62、全米オープンで、リーゼル・フーバー&、ナディア・ペトロワ組を2から6、6から4、76で破り優勝している。2011年全米オープンでは、シングルスは予選で敗退したが、ダブルスでは2年連続の決勝に進出した。決勝で、リーゼル・フーバー&、リサ・レモンド組に六四六七。 6、7ですり負けて、連覇を逃した。シングルスは、低迷が続き100以下にまでランキングを落としていたが、2012年、全仏オープンでは、予選から勝ち上がり、4回戦で、前年優勝のリダを3から6、6から2、6から0で破るベスト8に進出した。準々決勝では、ペトラ首飛ばに6から3、2から6、4から6で破れた。 続くウィンブルドンでは3回戦で全仏準優勝者のサラエラニオ6から0、6から4で破り4回戦に進出した。この試合の第1セットでは1ポイントも落とさず24ポイントを練習するゴールデンセットを4大大,大会で初めて達成した。公式戦でのゴールデンセットは1968年のオープン化以降女子では初めてとなり、 男子を含めても1983年にビル、スカンドンが達成して、以来二人目である。四回戦では優勝したセリーナ・ウィリアムズに1から6、6から2、5から7で敗れた。7月のロンドン五輪で、オリンピックに初出場した。シングルスでは二回戦で、ドイツのザビーネリシ式に6から4、3から6、5から7で敗れた。カリナ・ボスコボアと組んだダブルスも二回戦で、 ロシアのマリア・キリレンコナディア・ペトロワ組に3から6、2から6で敗退した。2012年10月29日付のシングルスランキングで自己最高の25位を記録し、2012年度の WTA アワードカムバック賞を受賞している。2016年ウィンブルドン選手権ではシングルスでは4大大会で4年ぶりのベスト8に進出した。準々決勝では、 ビーナス・ウィリアムズに6から7、2から6で敗れた。ティメアバ・ボッシュと組んだダブルスでは決勝に進出し、セリーナ・ウィリアムズ&、ビーナス・ウィリアムズ組に3から6、4から6で敗れ、準優勝となった。シューエドワーは2017年全仏オープンを最後に、公式戦出場から遠ざかっている。W イコール優勝、F イコール準優勝、SF イコールベスト四、QF イコールベスト八。 R イコール海戦敗退、RR イコールラウン敗退、Q イコール予選海戦敗退、LQ イコール予選敗退、A イコール大会不参加、P イコール開催延期 WG イコールデビス、Z イコールデビス地域ゾーン、PO イコールデビス、G イコールオリンピック金メダル、S イコールオリンピック銀メダル、SF、B イコールオリンピック銅メダル、NMS イコールマスターズシリーズから降格。 NH イコール開催なし。2013年ウィンブルドン2回戦の不戦敗は通算成績に含まない。ありがとうございます。